あ、もう始まった始まったよ始まったよ始まったよ。誰と質ってくる？誰でしょう。こんばんは。ね、これかわいい。ここは。かわいい。かわいい。こんばんは。待って。はい。別に。あ、違うよ。さっきのさ、最終日に着るって言った。帽子に合わないね。こんばんは。ゆみりんが11時15分をお知らせします。 笑ったの今。こんばんは。双子コーデ泣くよかったね。じゃん、おめでたい。念願の握手会はいつも楽しいんですが、もう本当に今日は朝から晩までずっと楽しかったです。まあいつも楽しいんですけど、今日は特に楽しかったです。またやりたいです。いつかやりたいです。なーちゃんどうぞね。楽しかった、幸せだった。楽しいってか幸せだった。本当に幸せなひととき。なんか今日が終わってほしくなかった、ずっと。だって今日終わったらこれ脱がないといけないじゃん。私もうこれ脱ぎたくないんだけど。いいよ、脱がんで。あるよね、そういう人。反抗期だから。許したって。もそのでも私がさあ、この服だったとしても別に奈々さん明日この服じゃないしさあ、ね、ただ単に昨日と同じ服の人じゃん一人。うーん、ね、夢を叶えたなってね、すごく夢でした。本当に歌を歌おう。嘘でしょ。握手会ありがとう、ありがとうございます。奈々さん美しかったね。可愛いよね、本当に美しいよね。うん、そう、ハッシュタグの歩みつけるの忘れちゃってさ。そう、この服を選んだの奈々さんです。奈々ちゃん靴下履いてくれてたんだね。そうなんですよ。家に一緒にいるのは誰だ、誰でしょう。ちなみにあなたはね、もう序盤で言われてた。あなたはあなたいるの確定みたいな。何もしてないじゃんみたいな。言う、自分のこと自分の名前で言うじゃん。言った。そうでしょ。何言ってんの。そう、みーちゃんは分かった。コッコ、福田、あかりん、福田、みーちゃん、あ、かわいい。でもね。いやな、それちょっとトラウマ。あかりん。あかりんだって。あかりん。あかりん。よって言った。にゃっ。にゃっ。にゃっだよ。あ、ピオって。ひなちゃんだ。ピオちゃん。好きなさ。好きなさ。みんなのことどう思ってるかよ。みーちゃんや。もうなんかみーちゃんはもうなんか。うん。うん。みーちゃん、どっちでもないなって。あゆみん、あゆみん、あゆみん、水筒よ、水筒よ、言わない。いっちゃん、トロちゃん、トロ、ゆり、顎突き出さんで。なんも言えんし。え、何人かいる。でもね、何人かなの。本当だね、そら、ほら、何人かな、何人かなの。あ、みゆみゆ、頑張れ、たまねぎ。のんちゃん、なにぬね、のんちゃん、こっこ、ね。おー、できちゃう。
じゃあさっきわざとでしょ、もうファンの人もやらせていがためでしょ。じゃあ私がわざと拾ってないの、な正解を。なんかなんかね言ってる人もいる。そう、なあちゃんだ、だってやだ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 カノンカノンダガ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 ポケモンみたいポケモンだよね今私って大丈夫よそれ。私は別に、あ、でストッピング、あ、いいよ、メーカーメーカー、はい、OK。じゃーん、石田美、うん、オフだよ、みなみ石田美でした、隣ダガ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 ポケモンダガダガあーちゃんポケモンじゃん、ちょだからかな、いないかポケモンって言葉が出てきた。あーちゃん、あずさん、藤原健、おー、似てる、似てる、あ、似てるの、今の似てる言った言葉、もう一人は、ゆらちゃん、ゆらゆらなんかみんなのキャッチフレーズしてるだけじゃんみちゅ、ノノメそうだけどそうだけどカープボーカープボーヤだって、カープボーヤん、カッキンありよりのありって、ここは違うしなーってね、そうなんだよなー、ありよりのありっすあ、ありよりのありメンバーじゃない、あ、確かに本当だ、ありよりのありメンバーだ。あの時もさ、竹野気づいてさ、写真撮る時にのことガッてやったよね、あのガッて、あのなんか写真撮る時にココとコッコは気づいてなかったんだけど、みやびが気づいてて、気づいてて分かったんよ、めっちゃイネのことグッと思ってこう見てくるよ、みやびが一生懸命こう、みやびがこっちでめっちゃえ、なんか最初みゆみゆに気づいたの私は、うん、この人めっちゃ声なんか、みゆみゆちょっとあの時声枯れてたじゃんか、で、え、この子なんかちょっと声枯れてると思って、うん、あ、うっそ門脇と思って、で、ね、あ、ゆりじゃんってなって、待ってってこ と, ってことはみたいな、えみたいな最後にめっちゃ気づかなかった、うん、気づかんやった、めっちゃ力強かったよ、そう、イネの顔がグッて思ってこっち向かせようとしてくる、そう、ガッて、でも見たかったの、もう分かってたから、なんかどんなメイクになってるか見たくって、そう、見えなった瞬間めっちゃ笑ったからね写真撮るとき見たら分かんない、イネとギミコだけ超なんかいつもだもんいつもの記念写真そう、え、しかもなんかさ、私はもう分かってるからじゃれ合うじゃんか、うん、それをコウコはさ、なんかあ、なんか私めっちゃ人見知りしないじゃんみたいな、なんかめっちゃフレンドリーに行くねみたいな、なんかそ う, そう感じだったの、それは知らんよった、でも別にさ、みーちゃんだよとかも言えないし、ありよりのありめっちゃ面白い、ありよりのありめっちゃ面白い、知らんかった時も知らんかった時めっちゃ店員の人やばいと思って、すごいなんかあのめっちゃ面白かったなんかクリなんだっけ、ウィルンソースでクリームソースありめっちゃ面白いそれなーってえ、めっちゃおもろかったよ、やばい、あれさ、やばいよね、本当にやばいよね、知らんかった時がやばいよね、分かったよ、あれ私です、やばっえ、どっちがさ、どっちそれなん、それなんじゃない、いやいや、クリームソーダ美味しいっすよね、うん、でもクリームソーダよりメロンソーダの方がありありのありじゃないですかって言ったら、それなって返してくるあの時も冷静じゃなかったもんね、冷静じゃなかった一発目のさ、なんかさ、まず入ってきたところでパニックだったすごいな、あのさ、クリームソーダの話したらさ、うん、あの美味しいっすよねってコッコがさ、そう、私も好きです、私も好きですってめっちゃアピールされて、だってコッコは写真撮りたいんだもん、めっちゃアピールされて、あ、そうなんですかみたいな困った、めっちゃ話しかけてくれたんで、みーちゃん断ったっけ写真撮るの、
カイナミいなかったよ、その時。トロちゃん。トロブだ。そう、撮りたかったのにね。こう断られた。撮れた。泣いとった。めっちゃ面白い。あ、南田さん仕事だった。だよね。あ、社長お願いしますって言って、うん、そんな聞いてなかったから、ちょっと店長に聞いてみますって言って逃げた。で、トロが行った。え、あの時さ、なんかさ、うん、あの冷静じゃなかった時にさ、うん、分からなかった時、オンエア見たらさ、みーちゃん声変えたんよ。変えたよ、ちゃんと。あれになるっすよね。めっちゃ声高くした。なんか高くいけって言われたから。めっちゃおもろかった。めっちゃうまい。だってさ、あれだよ。あ、だってさ、普通に考えたらさ、あのさ、メロンソーダとクリームソーダ持ってきただけなのにさ、ベラベラ喋ってんだよ、店員さんが。あれ私たちの目を見ずにさ、なんか、喋ってんだよ、普通に。めっちゃおもろかった。本当に、今思い出しても本当に面白い。いや本当に面白かった。初ドッキリだったんですよ、ああいう公式のなんか。私も初ドッキリだった。え、でもあれじゃん、寝起き。もうすぐ、でもあの鍵閉めてたの、この子。ああそっか。そっか、鍵閉めてたよ。そっか、完全に起きてた。そっか。でも私もなんか初ドッキリだったかも。カメラ回って実はカメラ回ってましたみたいなことないじゃん今まで。え、なんかそんなカメラの人がさ、うん、なんか休んどる感じでやってからさ、それついてるでしょみたいな。え、言ったよね、言ったよね、私たち一回言ったよね。え、これカメラ回ってるでしょ、回ってるでしょ、おーみたいな、やったよね。そうすよね、そうすよね、うん、なんか、いや回ってないっすよみたいな。本当に回ってない感じで言ったもんね。何やってんのこいつらみたいな感じの、そう、ね、感じで言われたよね。え、だからさ、絶対カメラマンさんドキッとしたよね。ドキッとしたね。え、ちなみに言うとさ、もう部屋入った時にさ、うん、こっち側にさ、メイクさんとかマネージャーさんいたやん、うん、みんなめっちゃ笑ってたからね、うちらが入ってきた瞬間。みんなが、ありよれのアリスよねって時も横で爆笑されてたからね、してるから。あ、メイクさんとかが、そう、一緒にいたから、メイクされてる時に。だからあれがみなみって分かった上で、みなみがそういうことをしてるから、ゆめ子たちの横でめっちゃずっと笑ってて。え、でも自分たち、みーちゃんじゃなくたとしてもめっちゃ笑ってたよね。みなみの頑張り無駄にすな。確かに。あの空間マジスローモーションだったもん。はぁってなった。なんか感じたもん、めっちゃ怖かった。東京ってこんなところなんだって思った。私同じこと言ってるじゃん、ほら、まあ、同じこと言ってる。同じこと言ってる。だったらさ、ないだけでさ、なんか東京はそういう文化なんだっていうのでさ、なんか、そうそう、そう、なんかさ、なんか、あ、こういうカラオケがあるんだみたいな、そういう。しかもだってあのカラオケ入ったのもさ、ちょっとさ、なんかそっちが押してるから、あー、そうね、なんかとりあえず入っとってみたいな連れてかれたんだ感じだった。待って、ごめんねみたいな。なんかさ、トイレ行くのにさ、うん、めっちゃ時間かかる。あ、そう、なんかトイレ行きたい、お手洗い行きたいですって言ったらさ、え、だなんちょっと待ってみたいな、ちょっと待ってみたいな。で、なんかさ、うん、あれだよね、なんかボディーガードみたいにめっちゃガチガチに固められた。ガチガチに固められた。トイレ行くまで、お手洗い行くまでに。しかもすぐさ、そう、あの時にさ、みんなさ、え、他たちいなくなったんだけどみたいなのをずっとモニターってて、あいつらどこ行った、あいつらどこ行ったってなってた。お手洗い行ってた。パニック。パニック。そう。みんな見てくれた。これ見る行けなくてね。みんな見てくれてるっぽい。でも、なんか、コメント的に。ね。まあ、見逃した方はね、あの、あれだよね、今もやってる、見れました、ファミリー劇場さんの、めっちゃおもろかった、あれが一番楽しかった。あ、ここだ、問題の。そう、めっちゃ面白かった。そう、見逃し配信、妹さんの僕は動画サイトで見なくってもですね、そう、公式でファミ劇さんのアプリで見れますよ。ファミ劇クラブさんで話してればいいね、黒キャルさんと。こっち話してれば普通に。え、こう見るとユリ分からん。え、みんな分からんかった。分からん。え、っていうかだってさ、ユリがさ、STU のファンなんですってみたいに言った時にさ、 あ、だからこの子水色に染めてるのかなって思った。あ、思った、それの、ね、瀬戸内カラーだって。
しかもなんかめっちゃ下に行く件めっちゃさなんかマリーナみたいな。髪の毛さこうですよね。そうそう、こうやってさこうやって隠しちゃったからさ。ギャルの方法を学んだ時に、うん、ギャルはこうするって学んだの。こうやってこうするって。だからずっと。そうそうそう。なゆみ福田子コーデ最高すぎて、ありがとうございます。え、待って、やれた、自信、そう、何もかしらなかったんだけど、やれたって、なになに、ウィレット東京、本当だ、今、うん、ウィレットの震度2なら気づかんよ。大丈夫、大丈夫、気づいた、揺れた、嘘嘘でしょ。え、でもさあ今さ、3人でベッドに乗ってて、ちょっとさあ誰かが動いたらさあ、分からん、それっぽいから、そう、自分たちは無事です、ありがとうございます、ありがとうございます。滝の石田海無事です。皆さんは大丈夫ですか。みーちゃん髪切ったの可愛くないですか。だってそれだそうそれな、あ、瀬戸内も無事ですって、よかった。でもクリームソーダ飲みたかったな。え、飲みたかった、うん、飲めなかったよね、飲めなかったよ、飲めなかった、ずっと笑ってたもんね、ずっと笑って、あとはなんかあの写真撮ってたよね、ずっと、あ、クリームソーダで、うん、結局なんかって、結局なんか写真撮ってたらてまた来て、で、あのここが写真撮りたいって言い出して、それでなんか作戦会議してて、え、どう話しかけるみたいな、そうそうそう、写真撮りたいけどどうしたらいいみたいな感じになって、あとは過ぎた後はずっとみんなで爆笑しよったから、そんなもんなんか面白かったもん、やばかった、そう、うーん、ありがとうございます。今日は奈々さんとのお揃いの服でした。そろそろ終わります。すごい幸せなひととき、メールとかにももうバンバン写真送ったんですけど、うん、ね、福ちゃんカップ麺うどん食べるみたい、あ、さっきカップ麺食べてた、そう、嬉しい、ナナさんとまたおソロコーデができますように、もうね、ナユめっちゃ好きって、ありがとうございます。ね、地元でも幸せそうだったって、あ、喉全然大丈夫なんです。私多分ね、お揃いにしたらね、喉ね潰れないんだと思う。お揃いにしたらね、なんかもう七三オーラに包まれて喉が枯れない、うん、いい夫婦だね、まあいい夫婦の日でしたからね、うんうん、そう、それでは壇上読みたいと思います。うん、もうちょっとしてもうちょっとして神の声が聞こえました、神の声が聞こえました。皆さんには聞こえたのかな。ここはいいぞってあ、タワー立ったよって、ゴーセブンさんありがとうございます。ありがとう、わっしょわっしょい、わっしょい、おじぎー、ありがとうございます、おじぎー、おじぎー、ありがとうございます。ココアの声、あ、みーちゃんのクリームソーダ欲しい、ずっとだから作戦会議してるんだ、クリームソーダ飲んでないんだよマジ、そう、この後に、え、怖っ、うん、これはみーちゃんじゃない、
ニューかと思ったえ、ちょっと待って、見たら人食べてなかったよ。待って、もうやだ戻るな、15時に。あ、待って、戻しようか。頑張ったよねそう、なんか話しかけてきたから、パニックだったよね。ちょっと今仕事中なの。ここが振られた瞬間そう、振られたと思ったよね。アイドル振られたと思って、やべーってなって、ね、思ってよね。ここ、ここ振られた、どうしよう。ここ振られたと思ったそう、妹を見てます。思い出して笑いするからやめてって。後でまた見ようと。そう、見逃し配信できるので。そう、ファミ劇を見てます、みんなで。美味しそう、クリームソーダ。美味しそう。飲みたいね、今。え、なんか今思えばなんでさ、飲まなかったんだろうって思う。ずっと、ずっと倒れてたよ。ずっと倒れてたよ、ビリビリ。ずっと。みんなに来てほしいよね、全本当にこれココアが勝つなって言ってたからさ、カメラ友達が直されたメイクさん来て、ハゲてるハゲてる直された。私の髪に一声じゃん。そんなハゲてたの、カツラってバレてたよえ、でもさ、ああいうさ、こういうそういうギャルの人もさ、別に元の地毛がそうじゃないんだろうなっていうあれだよね、はい、自分だの。そう、登録する。え、見てください、絶対もうなんかね、とりあえず笑うよね。笑うし、あ、ST が好きなんだよね。好きになる普通に面白い、何回でも見ると。本当にそう、マイケル、これ3回ぐらい見直して、うん、寝不足になって陸上公園めっちゃ面白い。ここでね、ありよりないって言ってきたもん、マイケル。ハサミとやってありがとうございます。喋り方めっちゃトロだよね。いや、気づかんかった。ちょっとテレアップにしとこう。そう。あ、じゃあユリもさ、ちょっとあれだったんだ、うん、予定になかったから。普通に、しかも普通に可愛い子だ、可愛い人だなって思ったもんね。ナミの時そんなこと言ってくれなかったいや、私多分この辺で気づいてる。てココアがめっちゃ笑ってるからね、気づいてると思ってたね。そう、でココアがめっちゃ笑ってるから、ココア気づいたと思って、うん、ココアが笑っとるから私も気づいて一緒に笑っとったら、ココアは気づいてなかった。でもめっちゃあの空間が面白い。私もあれだよね、集合写真この時バレてるから。集合写真の時、この時もユミコにはバレてる。私はもう知ってる。みんなみんなめっちゃ話しかけてくるもんここ私だけここだよね、だってもうみんなみんなどうしたもん。めっちゃおもろかった、やばかった、マヒラだと思ったしえ、ドッキリって本当にドッキリなんだなって思った。あ、さっきもだってユミコめっちゃ笑ってるよ。そう、もうあ、みーちゃんみたいな感じいや、しかもいや、なんかさ、コウコがさ全然気づいてないの、それにめっちゃ面白くってだってこれ呼ばれたって感じでしょ、名前知ってた感じだな。ココはもう分かったん、ここでいつ分かったの。トロボが、うん、高校って言った頃。あ、え、マジで気づいたのね泣きてる泣いたい、泣きてる、ね、スクランブル交差点で迷子になったのは若い目したのだって何
迷子になったじゃん、ここは。なったよ。え、置いてったでしょ。置いてってないよ。え、あれ、未解決のままよ。あれ、未解決のまま。や、うん、あれだって、勝手にいなくなったじゃん。一人で。違うよ、私が先陣を切って、うん、だから、ついてきてみてたら、二人がついてこんかったから。でも、それが私の言い分で、ユミリンの言い分は、最初からその作戦はなかったっていう言い分になった。その言い分。普通にあの未解決事件のままで、未解決事件、あれ結局なんでなんだろうね。面白かったよね、ココアがこう立ってる感じ。あれだって、いや、いない、途中でいなくなったんだもん、勝手に。びっめっちゃびっくりした。うちのさ、こうやって、うん、はぁ、あれココアがびっくりした。だってみんなと会えたのにココアと会えないんだよ。確かに一緒に行った。コナンにも無理かってね。ひどかった。ひどかった。あとラーメン美味しかったね。ラーメン美味しかった。めっちゃ美味しかった。優しかったよね。あ、みんな優しかった。あのジロリアンリクさんがめっちゃ面白かった。しかもマジックできたよね。そう、マジックが、あ、本当にグルじゃないって。私なんかユミリンがグルになって、違うって、ジロリアンリクさんになんかマジックかけられたっていう。違う、違う、なんか一緒に仕掛けに行って、なんかココと私を騙して、違う違う違う、なんかあのこのどこにあったんだっけ。え、このね、ここ、あ、なんかここの手のところに、ここはい、ここに十字架が書いてあって、ジルリアン・リクさんのここに、でちょっと、はい、手貸して、コーン、なんかコーンってやっただけで、ジルリアン・リクさんの十字架が私のここに行くの。手に移ったみたいな。そうで、ジロリアンリクさんの手開いたら、その十字架がなくなって。本当にグルじゃないの？え、本当に違うの。え、だから、え、しかも本当になんかシールとかじゃなくて、マジでマジックで書いてあるの。私の手に。本当に映ったんじゃないの、マジックが。え、でもあれだよ、おーすってことだよ。え、だからこういうことでもないし、普通にこういうことも。一回も一回もグー離さんかった、ね。そう、なんかこうやって握ってって言われて。でずーっとずーっとやって、コンってやって、じゃあ開けてって言われたら、あるの。うーん、絶対グルだよね。違う、え、しかも私が多分握ってる、なんか小指に多分触れてるの、十字架の場所は。だからなんかなんだろうな、普通になんか下からも書けないし、しかも書かれたら普通にわかるじゃん。しかもなんかさ、シールとかだったらまださ、こうあ、ペタって貼ったのかな、もしかしたらとかわかるけどさ、あのマジックで書いてあるの、怖いね。だから普通に洗ったら消えるし、マジで普通の油性のマジックなの。それ今疑われてんだ。そう、疑われてる。それにびっくりした。っていうのをカメラが回ってない時にね、ずっとやってくれてたんだよね。あの待ってる間とかずっとマジックしてくださってて、本当にずっとメイク落とされてるギャラになって、ドーランめっちゃ塗られてめっちゃあれだよね、バスの2階でずっとマジックしてもらってた私たち。でココアがめっちゃ種聞きたがって、あ、聞きたけ、その1個教えてもらったんだよね、種を、うん、ね、うまくできる、種聞いたけど、なんかやっぱりこう手先器用じゃないとできない感じ。私器用よ。できてなかったじゃん。でも、ね、しかもね、なんかさ、うん、もっとさ難しいやつ教えてくれればいいのに。あ、この十字架のやつとか。簡単なんかこれも教えてみたいな。でもあれじゃん、あの ボールのやつ教えてもらったじゃん、うん、あれは特殊なボールじゃないとできんけど。そうだね、うん、そうだね。こうせよくない？うん、そもそもだよね、それは、うん、そう、特殊なボール。めっちゃ見るやん。こう取ったらダメだよね。こういうのではない。ギーラの服だねって、ありがとうございます。それ放送してほしかった。そう、でも本当になんかこうカメラのセッティングとかをしてるときにずっとやってくださってて、そうなんです。
だから残念ながらカメラはなかったんですけど、メンバーといるユミリンが楽しそうで何より楽しいです。楽しい楽しい、よかった、それはよかった、よかった、うん、よかったって。でもわかる、何が SKU の楽屋では、ね、楽しそう。待って待って待って、なんかAKB さんの楽屋での私は知らないでしょ。あの静か、わかんない、もしかしてめっちゃうるさいかもよ。いや、あるもん、リカオの時に。おお、私後から合流したけんさ、その時にユミリンが一人ぼっちでシュンってなってたのに。あれはさ、ガチの一人だったじゃん、あのだってあれはさ、なんか孤立した部屋に一人だったじゃん、あれは。あ、そうだね、STU のさ、え、待って、違うわ、あれはなんだろう、リクアワ、リクアワ、うん、リクアワだってさ、なんかちょっと、ね、孤立した STU の部屋があったじゃん、あったね、孤立した人とかもいなかったしか、先輩とかいなかった、そもそも、あ、そこはそもそも STU の楽屁なの、だからずっと一人でいたの。あ、そっか。そうだよ、そうじゃん、そう、だから STU のさ、あの楽曲披露がない日は、あの私はその時の靴ひもの結び方の選抜メンバーに選んでもらってたから、そのためにリクアワーに行って、でもそう、他の STU メンバーはいないから、ずっと STU の楽屋にずっと一人でいて、ココアはあれだよね、あのトークにね、そう、行った、そう、トークするために行ったから、ココアと私とかだったの。そう、ひたすら靴ひもを結んでたって、なんかうまいこと言いますね、うん、それは寂しいって。そう、一人だった、ずっと部屋に STU の。そう、ココアもあね、何日目かにね、うん、楽曲披露はないけど来るみたいな日があって、私と一緒に。そう、2日目だそうです。1日目はみんなだった、うん、あ、そっか、思い出してよかった、うん、あ、そっか、がもう最初の日にあったんだ、うん、で、みんな帰った後に、あー、そっか、2日目はユミリンと二人ぼっちだった。そうだね、二人ぼっちだったね。ひらちゃんとかふーたんとかあったから、いた、うおうおうお、そうだね、だって楽曲披露があるから行ってたよね、うん、私たちは楽曲披露がないからリハがなくってね、うん、ずっといた、うん、2人で何してたの、何もしてなかったよね、うん、特に何にもしてなかったです、うん、もう早くない？何時？50分。もう12時までしたら。そうです、いい、うん、実はここ私の部屋じゃないんです、そう、借りてるんです。1年早くない？何？横で悟り出したんだけど。何が1年早いの？1年経つの早い。あ、1年経つのが早いの、うん、いや、私にお前1年早いんだよみたいな。1年早くないみたいな。かと思った、なんかそんな人の部屋に居座るなんて。1年早い、1年早いんだよみたいな。ポイント8時半からいるから。違う、8時半、違うな、8時にいたね、うん、で、なんかそういう2人がいるっていう、なんかわちゃわちゃした LINE が来るから、あの私がえ、どうしようか、誰かな、あれ、これ聞きだめ、見したい見したい見したい、確認してよ、この動画が来たから私、構図とか、そう、いいよね、あと音消すね、大丈夫だよね、これなら、うん、いいよね、いいと思う、ちょっとね、この動画が来たの、私に。
う動画が来て、ね、私がそのホテルに帰ってる時に移動中に見て部屋どこって聞いてもう来たんだよね。そう、何個室ってそしたらね、そしたら10分で語れんで語れん、これは語れん。9分では無理だよ、ここは。まあ、これこっちの動画は厳いよね。あ、そうだね、うん、構図的にちょっとなんかいろいろホテルが映っちゃってて、声だけ、 声だけ、じゃあこれで刺してほしい。刺せれないか、一発目。そう、これは見せたんだね。あ、それは見せても見なくそれはいいんじゃない？なんかわからんよね。え、じゃあ私ちょっとここの感じ。はい。いただいて、いただいて、あの状況説明しよう。あ、状況。何をしたか。ちょっとイネイがちょっと横画面にするまでにやって。え、なんかユミリンが、うん、あの帰ってくるって言ったから、二人がドッキリを仕掛けようっていうことをしてて、うん、でなんか部屋にじゃあ隠れようみたいなことをしてくれてたらしいの。で。鍵も開けてるから勝手に入ってきて、そう、勝手に入ってきてねみたいな、何号室だよみたいなのを言ってくれてて、で結果的に失敗したんです。私の勘が鋭かったのと、あのちょっとちょっとなんか頭が弱かったねえ絶対そうだよ、ちゃんのまずじゃあこれ失敗ね、失敗ね、やばい、映んない映んない、画面暗くして、画面暗く、うん、もうめっちゃなんか頑張ったんですよ、もう頑張ったんですよ、めっちゃもう自分が見ても悪くないもん。なんかあのね、あの隠れる場所とか、あのベッドの中に人間がおると見せかけるようにしたりとか、そう、リュックとかすごい、あのそうリュック仕込んでベッドの下に、あ、ベッドの中に誰か似てるんじゃないかぐらいの、なんかめくったら誰かいるみたいな。あ、待って始まった。で私が来たと思って、そう、来た、ここ、あ、こ、ユミコが来たと思ってもうカメラを開始しちゃったけど、うん、ああ開始しちゃったけど、うん、違うかった時 NG、 まず NG、 はい、もうちょい、でみーちゃんがここは違うかもみたいな、一回止めてみたいなんで、みーちゃんめっちゃ焦らすんですよ、何回でもいいよ、待って待って、違うんか、あ、待って待って待って、もう最悪、そう、間違えたかもってさ、しかもめっちゃひそひそなの、ずっと、が出てくる、違うんかい、もう鳥だかゼロと思ってるんですよね、立ってるみんなに、あしょでも多分次のさ成功の動画がね、あ、でもちょっとあれだね、構図が危ういね、みんなにいるんだよ、ここ本当だ、音だけ聞いて、うん、兄ちゃんが今あのお風呂場に隠れてます、ココアがベッドの下に隠れた、横か、ユミコ入ってきました、ユミコ入ってきました、あれ？あれ？ドアがちょっと開いてる、そう、ドアがちょっと開いてるの、お風呂の、ここに絶対隠れてるな、隠れてるよな、じゃああれだね、こっち見えるからだね、ちょっとドア開けてみよう、ちょっとドア開けてみよう、ドア開けました、ドアが閉まりますドアが閉まりドア開けました、ドアが閉まります、ドア開けたら兄ちゃんがわあのね、私なドアがちょっと開いてたから、私がドアをちょっと開けたの、なんか私はなんかあるなと思ってドアを開けたの、そしたらあのドアが閉まったのゆっくり、みねみがあの本当はドアをガチャって閉めたかったんだけど、ちょっと弱すぎてというかもう回ってなくて、私がすぐ帰ってきちゃったんだね、開けちゃってて、でも閉めようにもユミコ入ってきてたからどうしようと思って、だから
そーっとドアが開くから中からグイーってそーっと閉まっていくのドアがだからあれと思ってそーっと開けたらまたそーっとドアが閉まるでも諦めてくれないからもう出るしかないと思ってパンパーって、ね、だから私びっくりしたとかじゃなくてずっとそこにいたのが第一声だったここはもうその状況知らないから失敗してるのにわーって違うここは違うよ違う違うってめっちゃ面白かった、ね、でもっと仕掛けあったのにみたいな2人がずっと言っててベッドにちゃんと人間の形を模したリュックとかねカバンとかいっぱい入れてたのにベッドに連れて行きたかったのみたいなそうクリミックがバッてめくってリュックでしたってとこまで撮りたかったのになんかもう最初で気づいて最初失敗しちゃったよそうちなんかさいつもと違ってゆっくり入ってくれてそうさっと入ってきたいのにさ入ってこんかでゆっくりだから私も最初の時点でなんかあるんだなって思っちゃったの静かすぎてね思っちゃったのそう静かすぎて思っちゃったのお互いダメだったこれ私ももっと落ち込んだ時に見て落ち込んだ時にそうしかも途中からね LINE が既読つかなくってそれはずっと撮ってたからなのあ来たよ動画あもうあと3分だじゃあ残念ますみんなでおめでとう言おう第13位りょうにゃさんありがとうございます。第12位くまねパパさんありがとうございます。あちょっとここでやるとうるさいかな。第11位がなしボールくん、ユミニとたくさん話してよか楽しかった、ありがとうね、ありがとうございます。第10位がリリーのりゅうきさん、みーやんユミニ推しありがとうございます。第9位がウルフさん、ユミニ神推しありがとうございます。カムサムニダ韓国の方なの。あとウルフさん、そうカムサムニダ。第8位ナマさん、双子コーデ可愛すぎて明日もテンション上げていこう、ありがとうございます。第7位がナリバーさん、よいしょ、ユミニの明日の服装が楽しみで仕方ない、お楽しみにしててください、ありがとうございます。第6位がアーリーさん、山口県在住ありがとうございます。第5位がチマサさん、ありがとうございます。第4位がユキンさん、ユミアン講師握手会お疲れ様ありがとうございます。第3位がマーボー、ユミコにガチ恋2018、日曜日会いに行きます、お待ちしてます、ありがとうございます。第2位がハルミさん、滝野ユミコ神推しありがとうございます。そして第1位がゴーセブンさん、どうもありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。ここはだって、はいありがとうございます、ありがとうございます。あれなんだっけ、ありがとう、本当にありがとうございます、皆さんありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございました。いいよ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 、今何分、8分58お。じゃあ皆さんあと2分質問コーナー、やば絶対途中で終わんじゃん。そう私ねちょっと壇上読みが終わったらね質問コーナーするの。 あと1分だって、あと1分でここは可愛いおやすみしかこんじゃん、おやすみみんな人みーちゃんとココアと握手したい、だって明日も明後日もあります。でもあれ2日後の五分が落ちました。すごい使えるって。何色が好き、水色、私がぴったりに悩みコーデ双子またやってね、やります。20、19、ぴったりに言われても、私ぴったりに言われたらもう終わってるから、あ、14、13、12、11、10。それでは最後までありがとうございました。明日も頑張りゆみにー、おやすみなさーん、頑張りみーちゃん、頑張りみーちゃん。3、2、1、0、0、0、0、0、0、0、0